第106回全国高校野球選手権大会の準々決勝で敗退した大社、島根のエース、間ニは雄太投手、3年、2ファンから感謝のコメントが溢れている。19日の神村学園、鹿児島、戦に敗れたが、大会を通じて計492球を投げ切った姿に、今大会の主役、最後までエース、といった声が上がっていた。実際の様子、紫、 に染まった大阪地からのアルプス甲子園飲み込む大社の大応援団。左腕エースの間庭は初戦から3回戦まで一人で投げ抜いた。創成館、長崎、との2回戦は延長10回、創実、西東京、との3回戦は延長11回に及んだ。マウンドでの必死な姿は、多くのファンの心を打った。疲労や投球数への配慮もあり、 準々決勝はベンチスタート。2対2の同点の5回無視1・2塁のピンチでマウンドに上がると、主役の登場に大歓声が上がった。守備の乱れもあり1点を失うと7回、8回にも点を奪われた。苦しい展開となったが仲間をこぶしながら、最後まで投げ続けた間際にファンは感動。X、Q、ツイッターには、夢感動ありがとう。間違いなく主人公。 魂のピッチング胸張ってください。熱湯に熱湯大黒柱すぎる。すごい勇気もらった。マニはで負けたらしゃーない。勝っても負けても男泣き涙にもらい、泣きなどのコメントが並んだ。